一番、振付師の発言が物議を醸す魅力ある平野市用に賞賛の声。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。ダンサーで振付師のリーンハタ氏が2月28日に放送されたドキュメントバラエティ、セブンルール。 フジテレビ系に出演しました。この番組では、キングピンス以下、キンプリの高橋山と平野紫洋画 VTR で登場し、リーハタ氏の仕事について話していました。その中で、リーハタ氏がメンバーに対して、私がキンプリを変えると宣言していたことが明かされ、ファンの間で議論が巻き起こっています。リーハタ氏は、 韓国のボーイズグループ BTS 王団少年団の楽曲の振り付けを手掛けるなど、世界的に活躍している振り付け師です。彼はキンプリのフォースアルバムメイドイン2022年6月発売に収録されている一番の振り付けも担当し、大きな注目を浴びました。 この曲はキンプリの公式 YouTube チャンネルにアップされると高度なダンスパフォーマンスが話題となり SNS 上では踊ってみた動画も広まりました。キンプリは2018年5月にシングルシンデレラガールをリリースしました。グループ名にふさわしい王子様のような衣装を着こなし輝かしい CD デビューを果たしました。 当時は王道アイドル路線を追求していた印象です。と、ジャニーズに詳しい記者は述べています。一方、セブンルールでは、キンプリについて、リーハタの振り付けにより、踊れるアイドルという印象を与えた、と紹介されました。高橋はコメントを求められ、以下のように話しました。やっぱり王道アイドルのイメージから抜け出したいと思っています。 もう一つ、新しい武器を手に入れたいんですよね。リーハタさんに、私たちもダンスに励んでいます。と言ったら、えつ、私に振り付けさせてください。と言ってくれました。私がキンプリを変えるからみたいな感じでした。キンプリは昨年大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦でも一番お披露しました。 平野、岸優太、神宮寺優太の3人は今年5月22日にグループを脱退することがすでに発表されていたため、このパフォーマンスが5人での最後の紅白となりました。彼らはキレキレのダンスを披露し、高いパフォーマンス力を見せつけました。また、リーハタ氏は昨年11月にリリースされたシングル曲、月読みの振り付けも手掛けました。 キンプリはこの曲で一番以上の高難度なダンスに挑戦し、彼らの評価はさらに高まりました。平野はセブンルールの中で月読みに関してはアフリカのリズムを取り入れるなど、新しいジャンルの要素を現代の曲に融合させるという点が素晴らしいと思います。それはリーハタさんの発想力がなければ実現しなかったでしょう。 と、リーハタ氏の才能に簡単の意を示していました。一方、一部のファンは、高橋の、私が、キンプリを変える、という発言に違和感を抱いているようです。ネット上では、キンプリはジャニーさん、ジャニー北川前社長、が作り上げた最高のグループです。なぜ新しく来た外部の人が、私が、キンプリを変える、と言えるのでしょうか。ズうずーしい。 これまで応援してきたジャニーズアイドルのキンプリを否定されたような気分です。素晴らしい振り付けでキンプリの魅力を引き出してくれたのは確かですが、私が帰るって何だろうもやもやします。と否定的な意見が出ています。しかし、一方で、リーハタさんのおかげで、たくさんの人がキンプリの才能を知ることができました。感謝しかありません。一番を見て。 キンプリがこんなにもダンスができるとは思いませんでした。リーハタさんとの出会いに感謝しています。キンプリが踊れるジャニーズというイメージで注目されるようになったことはメンバー自身に自信を与えました。リーハタさんはキンプリの歴史において欠かせない存在ですという好意的なコメントも多く見られます。リーハタ氏自身も密着取材の中で振り付けをすることを 出産というように考えています。人の人生がかかっているんですから。BTS などのアーティストは3分のパフォーマンスでその人たちの人生が決まるんです。私は愛情を持って彼らを支えなければ素晴らしい作品は生まれません。100%以上の情熱を注いでいます。と述べています。 キンプリの場合も、メンバーのダンスへの情熱を知ったからこそ、私がキンプリを変えると感じたのかもしれません。残りわずかな5人での活動期間、デビュー当時の王子様路線から激しいダンスパフォーマンスまで、様々な魅力を見せてくれることでしょう。